X1 は韓国の男性アイドルグループ。韓国の音楽専門チャンネルネットで放送され、公開オーディション番組、プロデュース X101 の11人で結成され、2019年8月27日にミニアルバム、クォンタムリープでデビュー。初動売り上げが52万枚を突破し、ダブルプラチナムや新人発のハーフミリオンを達成。5年間活動する予定だったが、 2020年1月6日に解散した。2019年5月から7月まで韓国の音楽専門ケーブルテレビネットで放送されたプロデュース X101 を通して韓国の視聴者による投票で同番組の出演者101人の中から選ばれた11人で結成された。グループ名である X1 はプロデュース X101 で キーワードである X と1を合わせたものであり、未知数の練習生が集まって一つになるという意味と、ローマ数字表記のくしーで、11や10プラス1の意味も合わせ持つ。公式カラーは、パントネのバタフライ、サンシャイン、エーテルブルー、ギャラクシーブルーの4色。公式ファンクラブ名及びファンの総称は、1IT、1IT、X1、YouTube チャンネルリアリティ番組、 ありがとうございます。